こんにちは、稲葉です。ずずずず2021年一発目のフェア、大間のマグロ VS 寒ブリフェア、こちらの商品を紹介していきたいと思います。今回紹介していく商品、まずはこちらですね。こちらが大間のマグロ寒ブリ、寒ブリ焼きしゃぶ、極上大甘エビ、マイカキビ醤油漬け、いちごのシュークリーム、こちらの商品を紹介していきたいと思います。まずはこの大間のマグロ、こちらの紹介ですね。大間のマグロ、あれですよ、あの年始に豊洲市場で競られますよね。あのね、値段1億円以上ついたりとかするね、あのその大間のマグロ。実はこの大間のマグロなんですけど、この大間っていうのは青森県の大間町っていうところで取れるクロマグロで、その大間町っていうのがね、実はこの津軽海峡、津軽海峡も冬景色、そこっていうのは実は日本海と太平洋、それがちょうどねぶつかるところで、実はそこでね良質なプランクトンが発生して、それをね食べてるマグロ、それがね大間のマグロなんですね。なんでその良質なプランクトンを食べることで、そのクロマグロも普通のマグロよりも身が赤くて、そして味がね濃いっていうのが特徴と言われているんですよね。いただきたいと思います。めちゃくちゃこれやばい、濃いですね。なんかすごい濃いマグロって感じですね。味がめちゃくちゃ濃厚なんで、食べた時にマグロの旨味がねクッと感じられる、非常に美味しいですねこれは。はい、では続いてこちらね、寒ブリ、それとこっち寒ブリ焼きしゃぶ。この寒ブリなんですけども、なんとね8キロ以上に育て上げられた寒ブリっていうのを使用してるんですよ。まあ、この8キロまでこの寒ブリを育てるっていうのは、生産者さん の技術が非常に求められるっていうことでね、なかなか8キロまで育てるっていうのは難しいっていうふうには聞いてるんですよね。油の量もねさぞかしアップしてるんじゃないかなって思いますよ。はい、では寒ブリいただきたいと思います。口の中に入れた時に油がずっと溶けていく、いい油のりといい味、うまみ抜群ですね。続いてブリの焼きしゃぶ、大根おろしと柚子が乗ってますよ。ちょっと醤油でいきたいと思います。これね、まあ、焼きしゃぶっていうことなんでね、表面を炙ってます。中はねミディアムレアみたいな形になってるんですよね。いただきます。来ましたね、これはめちゃくちゃ美味しい。焼きしゃぶやばいな、これやっぱりちょっとさっぱり感もありつつ、この油のねじわっと出てくるところも感じながら食べれる、めちゃくちゃ贅沢な一品に仕上がってるなと思います。もう一貫はポン酢を使ってね食べてみたいと思います。ポン酢例に流れてますんでね。はい、どううまい、めちゃくちゃ美味しい。これポン酢めちゃくちゃ合います。では次の商品、はい、じゃん、はい、極上大甘エビ。普通のと比べると、私の感覚でいくと、まあ、1.5倍、下手したら2倍ぐらい。ではいただきます。すごいですこれ、赤エビみたいです。甘エビがめちゃくちゃ甘い。やっぱりサイズが1匹あたりが大きいんで、その感じ方もめちゃくちゃ大きい、さらに甘いと思いますこれは。あとね、下に引いてる大葉、これねいいアクセントで効いてるんですよね。これは大満足、めちゃくちゃ美味しい。こちらで最後です。はい、出ました、マイカキビ醤油漬け。キビとこの醤油とかのタレに漬けられたマイカなんですよね。いただきマウスですね。めっちゃ美味しい、すぐ来る、すぐにこのうまいのが来る。まあ、黄身醤油のこの黄身っていうところは、まろやかな中にこのちょっと醤油の味を感じることができる。めちゃくちゃ美味しいぞこれ、びっくりするぐらい。ではね、最後デザート紹介ですね。はい、出てきましたよ。はい、来ました、グラロワイヤルのいちごのシュークリーム。いや、めちゃくちゃ見た目いいですよね。
映えまくり、はい、実はこのイチゴなんですけどね、まあ、この寒い時期にね、あの旬を迎える国産のねイチゴをね使用してるんですよ。そしてこのねホイップがあって、その下にはね実はあのカスタードクリームが敷き詰められてるんですよ、たっぷりと。うわ、いただきます。これ最高、最高、めちゃくちゃ美味しい。いちご、この組み合わせせこいですよ。それはうまいっすよ。うまっ、サクサクの食感とこのシュー生地美味しい。ごちそうさまでした。ということでね、まあ、今回この大間のマグロ VS あの寒ぶりフェア、おすすめの商品をね紹介させていただいたんですけどね、クラロワイヤルのいちごのシュークリームはね、これはちょっと残念ながらお持ち帰りができないんですけどね、あのそれ以外の商品は実はお持ち帰りもできますのでね、まあ、ちょっとなかなかね、外出にくいとかってね、食べに行きたいっていうのが難しいっていう時はね、これお持ち帰りでもねぜひ食べていただければと思います。ということで今回の動画はここまでとなります。この動画よければグッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでは178こと稲葉がお送りしました。ありがとうございました。ではまた。